モデルプレス、2024年4月6日、俳優の宮瀬流美が、6日放送の TBS 系情報バラエティ番組、王様のブランチ、毎週土曜朝9時30分、においでえん。9日スタートの TBS 系歌謡ドラマ、クルリー誰が私と恋をした。毎週火曜夜10時、でのぬくみメルトの胸キュンシーンのメイキングが公開され、照れる場面があった。写真。 ぬくみめる、岩本てるから抱えられる、ぬくみめる恋、くるこい、のみやせりゅは、ギャップに萌えきゅん、宮よは、くるりー誰が私と恋をした。で主演を務めるぬくみと、俳優の瀬戸康二と共に出演。同作で宮瀬は、ぬくみ演じるある事故で記憶喪失になった主人公、小型誠の自称、運命の相手、で誠に一目惚れしもアタックする板垣律を演じており、ぬくみは、 唯一の年下男子っていうことで、可愛さもありつつ気持ちをストレートに伝えてくれる大人っぽさもあって、そのギャップに萌えキュンって感じ、と宮瀬の役どころを語った。宮瀬劉備ぬくみメルトの胸キュン撮影に照れ、そして番組では、そんなぬくみと宮瀬のタイトルバックの撮影のメイキングを公開。宮瀬がぬくみの手を取り、手の甲にキスをするというシーンの撮影を終えると、宮瀬が、待って待って、 やばいやばいやばい照れてる、と恥ずかしそうにあたふたし、むくみから照れてます、と突っ込まれていた。そのメイキングを見たスタジオの共演者たちから、今も照れてんじゃないの。と突っ込まれた宮瀬は、真っ赤に耳を隠しながら恥ずかしそうに笑い、照れましたね。お芝居じゃないんです。お芝居だったら照れないんですけどタイトルバックなんで。不思議な感じですね、と言い訳。 瀬戸から、え、お芝居でしょ、と突っ込まれると、お芝居、ですね。アドリブじゃないですよ。監督がちゃんといて教えてくださって。でも照れてました、と再び恥ずかしそうな表情を浮かべ、笑いをさ